はい、こんにちは。ライフナビゲーターの桑田和子です。今週もやっていきましょう。インテリジェンスと保守自由主義、この本を一緒に読んでいきましょうということで、こちら江崎道夫さんの書かれた本なんですけれども、まあ、今、第3章まで、読んできましたというか、まあ、読んでるのは全部読んでるんですけど、このタイムラインでの、Facebook ライブで第3章までね、感想を言ったり、ちょっとポイントはここですよみたいな話をしてきています。で、今日は第4章の、ソ連の人権侵害と戦争責任を追及するヨーロッパということなんですが、ソ連ってね、まあ、第2次世界大戦からの話をこうずっと前回もしてきましたが、今はまあロシア連邦になっていますけれども、ソ連時代にまあ、いろんなことをやってきているわけですよね。で、第二次世界大戦中も、ヨーロッパの、ね、小さな国々、バルト三国とか、まあ、ポーランドとか、まあ、いろんな国々にね、どん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 こう占領していって、次々占領して、で、まあ、ソ連が占領した国もあるし、あと共産党政権を、まあ、中で入っていって樹立させた国っていうのもあります。これがまあチェコとかハンガリーとかなんですけれども、でそういう国々にはKGB、カーゲーベーですよね、そして秘密警察っていうのがこう入り込んで、徹底した言論弾圧とか迫害とかをもうすごいやってたわけですよね。で、それが第二次世界大戦が終わってからも実はずっと続いていたというところが、まあ、結構問題で、ナチスっていうのは、ドイツナチスは敗戦国ですよね、ドイツっていうのは。だからそのすごい徹底的に何をナチスによって何が行われていたかっていうのが調べられて、で、まあ、それが表にどんどん出していかれていたんですが、ところがですね、このソ連っていうのは第二次世界大戦で戦勝国側だったんですよね。ね、だから最初は入ってなかったんですけれども、イギリス、この間やりましたよね。最初はドイツがポーランドに侵攻してきたところからスタートするんですけれども、最初はね、ドイツとソ連は、まあ、手を組んでいたわけですよね。不可侵条約っていうのを、締結して、まあ、お互いにね、行きませんよみたいな感じ でドイツがポーランドに攻め込んでいって、で、英国とかアメリカとか、まあ、ここが一緒になって戦ってたんですが、途中でドイツが裏切ってですね、なんかこの条約を勝手に破棄して、どんどんこうドイツが今度ポーランドの方にね、反対だったかな、まあ、とにかく最初ソ連が入ってたのかな、違いますね、ドイツが入っていって、で、ソ連側がこっちにつくことになったわけですよね。まあ、アメリカとかイギリスとかはとにかくナチスドイツを何とかしたかった、でそのために、まあ、ソ連と手を組んだっていうことなんですね。で、結果的に大戦が終わった時にソ連は戦勝国側にいたということになって、でナチスを倒せたのはソ連のおかげですよということで、そのヤルタ会談なんかでもこうちょっとソ連なんかいい具合にみたいな感じで、結局そのバルト三国はソ連に吸収されてしまったりとか、まあ、併合されたりとかいろいろあったわけですよね。まあ、戦勝国側についたので批判されなかった、まあ、ナチスドイツはすごく批判されたけれども、ソ連がやってきたことについてはあんまり批判されなかったっていうことなんですね。で、そうそう、これちょっと話がずれますけど、横にそれますけれども、国際連合ってあるじゃないですか。国際連合の常任理事国っていうのはこの第二次世界大戦の時の戦勝国ということで、イギリス、アメリカ、フランス、そしてロシア連邦、まあ、かつてソ連ですね、ロシア連邦、そして中国って中華人民共和国になってるんですけど、これね、第二次世界大戦中、この連合国側にいたのは中華民国なんですよ。中華民国っていうのは今、蒋介石は結局台湾に逃げていったので、台湾が中華民国なんですね。なんか中華人民共和国が国際連合の常任理事国に入ってるって
どういうことなんでしょうね。これまたちょっと調べてみたいと思います。で、まあ、話を元に戻しますと、ベルリンの壁が崩壊して、で東西冷戦が終結しますよね。1989年で、まあ、ソ連も解体して、ロシア連邦になっていくんですけれども、その後にいろいろそのバルト三国とかね、そういうところがどんどん独立していって、旧東欧諸国の人たちが言論の自由を取り戻したんですね。1991年の12月にソ連邦が解体して、その後も、まあ、言論の自由をどんどん取り戻していったところ、それまで行われていた、だから第二次世界大戦後もずっと続いていた、40何年も続いていたひどい人権弾圧とか、そういうものがどんどん明るみになるようになったんですね。でそれがどんどん広がっていて、ヨーロッパ全体にこうこんなことが行われていたんだってっていうのが広まっていってですね、で、EU ってあるじゃないですか。 EU の中で、まあ、EU っていうのはもう経済的に手をつなごうっていうのももちろんあるんですけど、やっぱりロシアっていう大国とね、対峙していかなきゃいけないっていうのがあって、まあ、手を組んでいるっていうところもあってですね、2019年の9月19日、ですから1年前ですね、この時のその EU の中の欧州議会っていうのがあって、その欧州議会で、ナチスだけではなくってソ連も侵略国家だったっていうことがね、はっきりと決議で言われたんですよね。でソ連の戦時中とか戦後の戦争犯罪っていうのは今まで追及されてこなかったけれども、そのソ連の共産主義に主義体制によるこう人権弾圧とか、それについては徹底的に調査を行って、共産主義体制っていうのがいかに危険なものかをヨーロッパの人々に伝えなければいけない、伝えるべきだっていうことがその欧州議会で1年前に決議されました。これはまあ、中国の動きとかもまあ関連してるんじゃないかなって私は思うんですけど、ちょうど去年って香港のデモが6月からすごく大きくなっていって、それに対して、中国共産党側がまあどんどん弾圧をひどくしていった言っていたという時期ですから、まあ、そういうのもあったのかなと思います。でこの2つの全体主義、だからナチスドイツとソ連共産党の共産主義のその2つの全体主義による犯罪を記憶として残すことが重要ですよと、この欧州議会では言ってるんですね。でなぜこのような議決が行われたか、採択されたかというその裏にはですね、ソ連が解体する前に1989年のクリスマスにですね、そのこの、ドイツとソ連がモロトフ・リッベントロップ協定、まあ、ここが手を組んだ、ね、この協定を結んだことを非難していたんですね。その、ソ連の中の、まあ、そういう議会か政府か、なんかそういう非難をしていたんですよ。で、まあ、それからどんどんこう自由化の波がやってきて、ね、ベルリンの壁壊れた後にこういう話が出てきて、でソ連も解体していく、まあ、ペレストロイカっていうのは、とにかく情報を公開していきましょうみたいな感じになって、こうそういう流れになってたんですが、なっていたんですが、なんと2019年8月、去年ですね、その去年の夏にロシア政府が、いや、なんでしょうね、モロトフリップベンドロップ協定を結んだこととか、それに伴うこうなんかいろいろもろもろの責任を否定してですね、第二次大戦を引き起こしたのは、そもそもがポーランドやバルト諸国とか、あと西側諸国の方に責任があるんだっていうふうに言い始めたんですね。まあ、この日に言い始めたっていうことではないと思いますけど、まあ、すごいはっきりと出した。つまりすごく正当化して、自分たちは、まあ、ソ連時代もそれは悪くないんだっていうことをね、悪くなかったんだっていうことを言い始めてるんですよね。でこれはつまりこう宣伝工作ですよ。宣伝工作やりましたよね。影響力工作、前のやつですけど、やり方としていろいろあって、スパイ工作をする、インテリジェンスの活動の中ではスパイ工作するとか、あとサボタージュっていうのはテロとかね、そういうやつですね、
それから、協力工作っていうので、これは世論を誘導、世論誘導したりプロパガンダとかとマスコミを使って、もう今すごいやってますよね、アメリカの大統領選が近いから、まあ、そういうものも影響力工作っていうのをね、まあ、どん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 やるわけですよ。もちろん日本でもすごいされてますよね。ですから、それがされているっていうのは分かった上で、やっぱりこう自国においてこの2つの全体主義の問題点をしっかりと伝えていく。まあ、ナチスに関してはすごくずっと前から言われているけれども、このソ連共産主義の問題点っていうのをしっかりと伝えて、もうなんかみんなが知っているっていうふうにしていかないといけないというのを、この EU ヨーロッパの人たちは考えているということですね。で、2つポイントがあって、ロシアの軍事工作、それから秘密工作から、まあ、ヨーロッパの自由と人権を守るっていうことがまず1つ目です。で、2つ目が、ヨーロッパ諸国自身が共産主義になってしまう、共産党一党独裁体制になったら、まあ、共産主義、共産党一党独裁体制っていうのは、例えば北朝鮮とか、中華人民共和国とかですね、ああいう国になってしまったら、結局そのインテリジェンス機関だったり警察も今度は国民を弾圧する側になってしまうわけですよ。いや、それすごい 大変ですよね。本当香港とかそうですよね。もう今年になって大変なことになっていますが、警察って、市民を守るためにあるはずじゃないですか。それが警察がそうやって、香港市民を弾圧していくっていう風になってしまっている。それはもう本当に中が共産党一党独裁になってしまっているから、そういう風になっているっていうことなんですね。ですから、まあ、皆さん、まあ、日本で、過ごして暮らしている皆さんも、やっぱりこう日本の中でもいろんな工作が進んでいるので、別にそれスパイ活動だけじゃなくて、本当に普通にみんなに伝えないみたいなことがいっぱいありますよね。例えば、なんかこの間、昨日かな、今日とかも、慰安婦像っていうのが、何でしたっけ、少女の像、なんか椅子に座ってる、愛知トリエンナーレとかにも出てたのが、ドイツかどっかの、なんかドイツでしたっけ、どっかにこう設置されたっていうのが、そういうニュースが出てましたけど、あの慰安婦問題っていうのも、結局朝日新聞が記事を、ある人が記事を書いて、でそれは間違いでしたっていう、そういう事実はありませんでしたっていう謝罪文を朝日新聞は載せたんですけれども、もうこうどんどん広まっていって、やっぱりそれを打ち消すっていうことにすごいエネルギーがいるわけですよね。まあ、そういうことがもう山のようにありますので、皆さんも何が本当なのかとか、まあ、いろんなところから情報を得て、この情報は本当に正しいのかなとか疑ってみる癖をつけていただくといいかと思います。で、今第4章まで行きましたが、次は日本です。国際共産主義と戦い続けた日本ということで、第5章は日本が対象になっていますが、まあすごいいろいろやられてますよ、本当に。ですから、なんか私、インテリジェンスの勉強を始めてから本当にこんなことになってたのかみたいな驚くことがいっぱいなんですが、いや、皆さんも江崎先生の本、いろいろ、これ以外にもいろいろ出ているので、ね、買って読んでいただいたり、あとそうですね、まあ、図書館で借りて読んでいただいたりとかするといいんじゃないかと思います。本当に目から鱗ですよ。なんでしょうね、全体主義って、そのさっきの話だと、ソ連共産主義、ソ連共産党は、まあ、左ですよね、すごい左で、ナチスドイツっていうのは非常に右ですよね。まあ、両端の、まあそういう全体主義っていうのは、どっちに転んでも良くないわけですよね。非常に危険だということを覚えておいてください。まあ、日本の場合は今やっぱり、ね、お隣の国のことが、ちょっと中国のところがね、やっぱりすごい影響があるので、それに対してどういうふうにやっていくのか、っていうのを考えないといけないと思います。ちょっと待ってくださいね、なんかコメントもしかしていただいてるかもしれないんですが、こっちで見れないので、今日はこれで終わっていきます。まあ、コメントもしありましたら、後でそちらの方に
返しますので、はい、皆さんまたインテリジェンスの勉強をしていってください。ではでは。